釣りを安全に楽しむための方法。1、適切な装備を整える。釣り竿やリール、釣り糸、ルアーなどの基本的な道具に加え、ライフジャケットや防水バッグも用意しましょう。2、天候を確認する。釣りに出かける前に天候予報をチェックし、悪天候の場合は計画を変更することが重要です。3、安全な場所を選ぶ。釣りをする場所は滑りにくい岸辺や安全なボートエリアを選びましょう。危険な場所は避けるべきです。4、仲間と一緒に行動する。一人で釣りに行くのではなく、友人や家族と一緒に行動することで、万が一の時に助け合うことができます。5、水の深さを確認する。釣りをする場所の水深を把握し、急な深みや流れの速い場所には近づかないようにしましょう。6、釣り道具の取り扱いに注意。鋭利な釣り針やナイフを扱う際は、手元に注意を払い、怪我をしないようにしましょう。7、飲酒を控える。釣り中の飲酒は判断力を鈍らせるため、控えることが安全です。8、適切な日焼け対策をする。長時間の釣りでは、日焼け対策が重要です。日焼け止めや帽子、サングラスを使用しましょう。9、水分補給を忘れずに。釣りをしているときは、特に暑い日には水分補給をしっかり行い、脱水症状を防ぎましょう。10、緊急時の対策を考える。万が一の事故に備えて、救急キットや連絡先を用意しましょう。